皆さんこんにちは。本日は平成31年、2019年の、3月8日、今日は金曜日ですね。で今夕方です。もう日が暮れました。でですね、今日は久しぶりにですね、本当に久しぶりにですね、ケムトレイルは、まあ、この地域ではですね、埼玉県なんですけども、確認できませんでした。私の住んでいるところではですね、ちょうど飛行機の、ね、定期便の航路というか通路のちょうど下になっておりますのでね、もうどんどん後からですね、毎日飛行機がね、いろんな会社の飛行機がね、旅客機がですね、通過していくんですけども、で、大体そのうちのいくつかはですね、いつも白い尻尾を出してですね、やってるなっていう感じだったんですけど、今日ね、8日はですね、まあ、ちょこちょこと空を見てみたんですけど、私の見た限りではですね、どの飛行機もですね、ケムトレイルは撒いていませんでした。珍しく。で、空自体もですね、まあ、快晴なんですけど、まあ、昔のね、空と比べたらね、よく見るとね、上の方よく見るとね、やっぱりその、ベールはかかってるんでね、まあ、やっぱりなんかその、本来の空ではないのは確かなんですけど、それでもね、いつもと比べれば、随分、クリアなね、澄んだ天気のようでした。また、昨日まで相当激しく巻かれておりましてですね、で雨もいっぱい降ってですね、そのケムトレイルシャワーとなってね、この地面と我々人間とね、対して降り注いでいたと思うんですけども、今日は久しぶりにですね、まあ、いつもと比べるとすごく綺麗な空でした。それをね、まず、報告しておきます。それでですね、まあ、そういうことで、今日は特にそのケムトレイルについてですね、飛行機については特定できなかったんですけども、まあ、今の段階でね、思うことはですね、これまでですね、ずっと1年以上、まあ、しばらくですね、皆さんと共にですね、仲間と共にですね、まずは、雲を撮ってきましたね。雲を録画してきました。で、ケムトレイルによってね、できたであろうですね、怪しい雲のいろんな雲、ライン状の雲とかですね、それから、ポンポン雲とかですね、それから、波状の洗濯板雲とかですね、それから、スプレーみたいなね、筋雲とかね、いろんなタイプのケムトレイルが、雲があるということをね、分かりまして、それをね、録画してきましてですね、だからまずね、これはね、これからも続けてですね、やっていく必要があると思っております。だから引き続きね、やっていきましょう。で、2つの目的があると思うんですけど、1つはその、この日、何月何日ね、ちゃんとこういう雲が出てましたよ、ケムトレイルが巻かれていた可能性が強いですよってことをね、まあ、記録する。その記録してですね、ちゃんとその、証拠というんでしょうかね、記録としてね、保持しておくってことが1つ。やっぱりこれはね、ルーティーンな、地味な、活動ですけどね、これはどんどんずっと続けてやっていく必要があると思いますのでね、引き続きやっていきましょう。からもう一つね、大事な意味としてはですね、それをね、インターネットでね、公開することによって、多くの人にね、知らせるってことですよね。まだ気づいてないね、この状況に気づいてないたくさんの人に対してですね、今、日本の空、世界の空はね、こんな風になっちゃってるんですよってことをね、一人でも多く、気づいてもらうっていうことがね、大事な、まあ、カナリア軍団というね、緩いつながりがありますけどね、まあ、そのメンバーの役割じゃないかなと思いますのでね、引き続きルーティンな活動としてね、雲を取っていく、空を取っていくってことはね、大事なことだと思います。で、それプラス、それをやりながらね、ここしばらく前からですね、まあ、私たちはですね、実際にね、参っている飛行機をですね、飛行機を特定することを始めておりましてね、実際に飛行機がね、ケムトレイルを巻いてる時にですね、それを録画しまして、それからそのフライトレーダー24っていうね、そのアプリ、ソフトを使ってですね、その機種を特定するってことをね、まあ、しばらく前から始めておりましてね。で、まあ、私の思うにはですね、これはとても、こっちもとても大事なことだと思います。というのはですね、まあ、お分かりだと思いますけども、実際に録画した時にですね、その時間と場所はすでにもう、分かってるわけですね。例えばスマホで録画した場合には、その
時間は正確にそのオートマティックで多分記録されてるんでしょうし、それから場所もね、当然特定、その映した場所っていうのも当然分かってる、記録されるわけですね。で、それによってですね、実際にその空を飛んでるね、飛行機を映してですね、撒いてるとこを映してね、で、しかもそれがフライトレーダーにおきましてですね、その機種がほぼ完璧にね、ほぼ間違いなく、そのフライトレーダーに映ってる飛行機に関してはね、撒いてる飛行機も撒いてない飛行機もですね、全部そのほぼ100%間違いなくね、特定できるわけですね。で、これはとても強いね、強力な証拠だと思います。何時何分何十秒にですね、どの飛行機のどの会社のどの機種がですね、ちゃんと撒いていたってことをね、ちゃんと記録できるわけなので、これは大事な証拠だと思いますからね、皆さんそれぞれね、記録してほしいわけです。で、それをね、どん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 記録したものをね、もちろん発表してますけどもね、どんどん公開してますけど、それと同時にですね、保管しておいてほしいわけですね。で、記録としてね、証拠として、データとしてね、取っておいてほしいわけです。で、きっとこれはね、まあ近い将来、それぞれの航空会社に対してですね、これはどういうことですかってことね、これは一体何やってるんですかってことをね、問いただすときに、まあ、有力な証拠になると、私は思ってるんですね。皆さんどうでしょうかね。皆さんの意見も聞きたいですけどもね。そういうことなので、ぜひ記録と取っておいてください。あと、記録取るときはですね、まあ、基本的にパソコンとかスマホとかにデータとして入れてるんだと思いますけども、いろいろ、場合によってはね、ハッキングされることもありますから、大事なデータの場合ね。だから、できればね、その取ったデータはね、その別の記録媒体ね、ハードディスクとかいろんななんとかカードとかね、SD カードとかにね、移しておいて、で、それは普段ね、コンピューターと遮断しておくといいですよね。で、毎日毎日その取ったものをね、そっちの方に移しておけば、それを消されることは、まあ、基本的にないわけなのでね、そういうことで、そういう証拠データについてもね、ちょっと大事に扱うといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日3月8日は久しぶりに、相当綺麗な空でしたけども、また明日からね、どうなるか、また明日から時間のある限り、ある時はね、録画してどん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 記録していこうと思ってますけど、皆さんもね、お願いします。で、その飛行機を録画してね、それからフライトレーダーで特定するというその作業はね、もう空を映すのと同じように、たくさんの人にやってほしいわけですよ。日本全国でね、みんながね、空を見てですね、みんなが空を見て、みんなが飛行機を映してね、みんなで特定しちゃってね、あ、この会社の人や、この会社は撒いてますねってことをね、どん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 公開するってことがね、大きな力になると思うんですよ。なので、よろしくお願いします。我々はまだ今のところね、空を見る自由が今のところありますしね、空を見てですね、その飛んでる飛行機をね、映す自由もね、まだ今のところ認められてるんだけども、でも当たり前じゃないですね。これから先ね、結構可能性あると思ってるのは、秘密保持とか機密保持のためにね、空の飛んでる飛行機を映してはいけませんっていう法律が、そんなのできるかもしれないですね。水道法だって、種子法だって通ったわけだからね、そういう無茶な法律はね、できるかもしれませんからね、いずれね、いずれ、空を映してはいけない、記録してはいけない、それから、もっと先進めばね、空を見てはいけないね、上を見てはいけないなんていうことになっちゃうかもしれませんのでね、まあ、これはそういうことないと思うけどね。そういうことなので、我々はじわじわと自由が奪われていると思いますから、できるときにね、できるだけ多くの人でね、もうやりましょうということです。じゃあ、また明日もいい一日になりますように。では、さようなら。